はい、じゃあステージはプールランドでお願いします。ちなみに旧コンゴジャングルこのデータ出てないですね。さあ上から繋いでいきたい。ブラスターで牽制してピーチを近づいてくるのを拒否していきたい。さあしっかり大回りを使ってファルコックス立ち回ってますね。さあ株から DA 下スマッシュ。さあしっかり下スマッシュを受け身取ってコックス側掴みたいか。そこのわーっとしゃがみを入れてしまい、これは絶妙な火力。横 B から、さあしっかりクエヌ溜まれてるピーチ。ドリル、さあガードしっかり固めて、ドリルからリフ、さあ掴んで上投げ、クエヌ、クーマンですね、クーマン狙ってるスピニングキック、ドリル、リフ、空後が強い。さあここの位置難しい、そうしよう、どうするか。DA をしっかりガードして、あーっとしっかりガーキャン掴み、ドリルガーキャン掴み、前投げ、さあ壁がいいところで、サファイア、しっかり崖掴んでドリル、さあその後スキをしっかり投げる、リフが入る前に投げをしっかり入れている。ファイヤー、いい復帰、しかしクエヌが強い。ファイヤー帰ってこれるか、帰ってこれない。いい崖奪いですね、しっかり崖を埋めている。さあおよく株よこしまして、面白い選択。なるほど、さあ、あれは DA が化けたと。 DA から空を狙いたい、空を狙っていいか、帰ってこれるか、帰ってくる。さあ帰ってきたところ、あーっと出場できない、上投げ、上、まあ、あ、そうですね、このレッグ&テイルしっかりとずらせば一発目で終わるんですけども、しっかり当たってきました。さあガード、さあ株が少し強い株だったか。 DA 上投げ、空上、空上のしっかり空前でクラウンで攻撃を拒否していきたいですね。さあしっかり崖、 DA 崖投げから空上の狙っていったが、しっかり空中回避で避けるリフから、さあ裏に回って投げて空上の狙っている、しかししっかり空中近距離で中央台で拒否してますね、投げれん空上。あーっと株が逆に出る、空後、さあ裏に回ってしっかりめくってからピーチの後ろ側から攻撃を仕掛けていきたいが、下スマート空港が怖い、上投げ、さあ台しっかり術して乗って空前を狙っていく。さあ回避着地、おーっと枯れない空港。さあピーチ側崖外浮遊から回避、あーっとしっかりその後スキルを上下で買っている。さあうまいですね、この浮遊微妙な位置の浮遊に対してしっかり空港でリスクをつけていく。さあ 22% しかダメージを与えれず、かなりリードという弱弱横強を狙っていく。さあステップから掴みたいが掴みず、上見を狙っている、下スマッシュです。さあクエヌで復帰阻止、空母がうまい、この持続クエヌ、さあステージ側に戻してしまう、これ不利なのか、しっかり理由が入る前にしっかり掴んでいく。さあ見てからクエヌ、間に合わない、空母、空母、上投げ、空上、空上、ガードカン、うわーっとガードから掴みたいところ、しっかり下すまで暴れていく空母。さあ投げて上投げ、空上、おーっと狙っていくぞ、クエヌで対応していきます。さすがの暴れ早いですね。クーエヌ、クーエヌでめくってめくってと、さあ相手に投げさせたくないフォックス、クーゴ、さあジャックジャック下スマッシュ、リフで暴れてくるのに対してですね、下スマッシュで逆に暴れ返すっていうのが非常に強いですね。クーエヌ狙ってるからしっかり冬で拒否していく、ジャックから上スマッシュ、これは強い、ヒット確認さえできれば弱の発生からわざわざつながってしまう非常に強力なコンボ。さあジャスがですね、ドリフ、ウエスマッシュ、ドリル、リフ、さあ理由で返して、うまいですね。作戦終了。さあホークスが2ストック残しで終わりますが、これストック引き継ぎじゃないのでまだ4ストック引き継ぎ、はい、勝負するので、さあステージどこがバンされるのでしょうか。ステージはイメージになりましたね。うわ下スマッシュが痛い、すでに 51%、 これがピーチ、リフ、リフでしっかり台に乗ってますね。下スマッシュ上強、空上の拾っていく、さあ空前からジャックを狙っていきたいピーチ、空前、さあジャックジャック下スマッシュをしっかりリフから掴んで上投げ、上投げずらしている、うまい上投げ、ベケンうまいですね。さあ回避開始、先を上投げ、空上ヌ、空下、下スマッシュをドリルからリフで、さあリフで往復リフですね、往復リフで返して空後、回避を見て空後から掴みたいが台が上に乗る。さあこれ台上のピーチと下スマッシュに対して上から空上ヌを叩き込んでいくフォックス、さあ傘でしっかり返ってくる。さあ NB の選択、これは化けてますね完全に、空後でバスト、スマッシュ、ガキガナスマッシュ、さあリフリフで
ピー、これはフォックスの闇、深い部分ですね。リフ掴んで、ジャクジャクロリフ、ロリルリフ、ロリルリフ、上投げ、空母、さあ掴みたい。さあこのピーチの前借りをしっかり避けて、ダッシュから投げて上投げしていく。クエヌ、クーゴ、うまい、大回りが非常にうまいですね。いい大回りだ、これは厳しい。さあ大絶がうまい、世界一気なのですが、クーマイ、これをゴリパン、クラウンが非常に強いですね。ドリルか、おしっかりドリルを、半角の取り方非常にうまかったか。上様、上様、クフウエ、下スマッシュをしっかりガーキャンビフ、下スマッシュが2回入る、クエルで落として、クー下スマッシュ、あー回避が出る、受け身じゃなく回避が出ましたね。クエル上スマッシュをガードしている、さあが暴れはしない、ジャック掴んで上投げ、クエル外に出す、ビフ外に出す、さああーっと厳しい。これより帰還する